さて、お腹ペコペコでやってきたこちらは、のぼりが見えますね。長崎トロアジ、そう、こちらはブロンコビリーさんです。それではね、店内入りたいと思います。これ土曜日のランチにやってきました。失礼します。炭焼きの香りしてますよ。これ炭焼き、あ、いや、なんかスイカもありましたね。で、これ炭焼きハンバーグのいい香りがしてます。それではね、こちらのテーブルでランチしたいと思います。まずはメニュータイムですね。左がランチメニュー、右がグランドメニュー。ちょっとね、単価の違いを見てみたいと思います。こちら大人気の頑固ハンバーグですね。ちょっとポチッとポージングして見てみたいと思います。この大人気の炭焼き頑固ハンバーグなんですけど、 200g でこのね、黄色いアンダーラインが引いてあるものがついて1380円なんですよ。黄色のアンダーラインは見てみると、サラダバーに大かまどご飯、そして卵スープがついて、 200g のハンバーグもついて、この金額1380円ですね。 250g の大きなハンバーグになると1560円でプラス税なんですね。この金額で品数豊富なサラダバーにご飯にスープがついて、そして美味しいね、炭焼きハンバーグ 200g、250g、これが食べれるんですよ。で、ちょっとね、レギュラーメニューと金額の差比べてみたいと思います。それではこちらがグランドメニューのビーフハンバーグですね。これ200g でブロンコセット、これがね、さっきのアンダーラインと同じ内容になるんですけど、こんな感じ1660円にプラス税なんですよね。この差ですよ、約300円ですね。2割の差があるんですよね。これを土日祝も、つまり年中やってるんですよね、ブロンコビリーさん。これは本当コスパ抜群ですよね。あ、そうそう、さっき入り口にあった長崎トロアジののぼりがこれなんですね。長崎トロアジ、これめちゃくちゃ美味しいんですよ。で、これはショートに動画上げてるんで、これ、この動画もね、ぜひ合わせてご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。さて、好みをオーダーしたらサラダバーですよ。冷たいお皿が来ました。こちらがサラダバーです。この野菜、今ね、サラダバー夏をやってるんですね。夏にちなんだ美味しいお惣菜も並ぶ、これ品数豊富だね、サラダバー。フルーツもたくさんあるんですよね。エビせんべいも美味しいんですよね。そしてサラダにトッピングするものもね、オニオンにクルトンに梅干しにチーズたっぷり用意されてます。そしてドレッシングもね、期間限定で、サラダバー夏に合わせたこの一番左のね、ベーコンのドレッシング、これがね、限定で提供されてます。これもね、コクがあってとっても美味しいです。さて、こちらはドリンクバーコーナーにあるビネガードリンクのコーナーです。ブロンコビリーさんね、ドリンクバーにビネガー系ドリンクたくさん用意されてるんですよ。マンゴーにピーチにアップルにルイボスティーなんかもあります。私は香り抜群なザクロのビネガードリンク、これが大好きです。それではね、サラダバーを食べる前にテーブルにね、所作があるんですね。ここにね、白い紙ナプキンをこうやって広げるんですね。ここにハンバーグが来て、油の飛び跳ねを抑えるためにかぶせる、こうやってね、かぶせるんですね。こうやってこんな感じかぶせます。こんな感じね、ここにハンバーグを置きます。それではね、美味しいサラダバーをいただきます。さて、美味しいサラダバーを食べていると、もうね、ジュージュー言ってね、炭焼きハンバーグそろそろ、ね、焼けますよね。いい感じの香り漂ってきましたよ。で、これですね、やってきました。すごい音と油の飛び散り半端じゃないですね。これ、中見てくださいね。これ、こんなレアなんですね。これ、中まだプルンプルンなんですね。中もうほとんど生ですからね。裏返してよく火を当ててくれてます。次は私のハンバーグ、家族も私も 250g のハンバーグをお願いしました。中のレア具合ぜひご覧ください。こんなレアなんですよね。このピンク色が美しいですよね。もうプルンプルン言っちゃってますからね。このジュージュー言った音と飛び跳ねる油の香り半端じゃないですね。さて、これが手前にやってきますよ。ここに置いていただいて、飛び跳ね防止のこれ紙をかけます。お、跳ねてますよ、もう跳ねてます。家族も置かれて、そして家族も紙をかぶせて飛び跳ね防止してます。さて、このままだとね、ハンバーグが焼けすぎて硬くなっちゃうんで、ハンバーグをね、一旦ポテトの上に移動させて鉄板を開けます。もう一個ね、ハンバーグを移動したら、この空いた鉄板にオニオンスライスをドバッといくんですね。まだ熱々の鉄板に、オニオンスライスが乗って、またジューってなってますよ。そしてこの、オニオンスライスの上にハンバーグを戻します。戻して、ハンバーグで、オニオンスライスをね、蒸し焼きにする感じ。肉汁がね、オニオンスライスに染みてくんですよね。
こんな感じで、食べ前のセッティング完了しました。それでは、岩塩をパラッとやって、ビーフハンバーグいただきたいと思います。こんな感じのレア具合ですよ。これほとんど焼けてないけどね、このぐらいでもいただきちゃいます。これ肉汁すごいんです。もうじゅわっときますよね。このね、ビーフハンバーグに岩塩が合うんですよね。ビーフの旨味がね、こうよりね、こう増す感じがしますよね。そしてこのオニオンスライスがサクサクで美味しいんですよね。もうこれオニオン止まらないですね。そしてこのハンバーグ柔らかいんですよね。お箸でほぐれるんですよね。やっぱり焼けすぎちゃうと硬くなるけど、これね、オニオンスライスの上に置いたりして焼けすぎ防止するところ、本当に柔らかくて肉汁ジューシーで岩塩がとってもよく合う美味しさです。で、オニオンスライスがもうね、ハンバーグの肉汁吸ってこれ止まらない美味しさなんですね。さて、美味しく食べ進んだ後の締めはこちらです。これは何でしょうか。これはね、テーブルに置いてある、無料で提供される海苔のふりかけなんですね。これがね、香りがふわーんと香ってとっても美味しい海苔ふりかけなんですね。これで、最後に残ったご飯をふりかけていただきたいと思います。この、海苔のふりかけとっても美味しいので、なんなら大盛り一杯ぐらい食べれちゃうぐらい美味しいふりかけなんですけどね、今回はこの最後残ったご飯を、ふりかけていただきたいと思います。それでは、ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。